ゃんともう振り釜のまで振ってあったら私にも優しい。何のあれですか？あ、マニアさん、あの木って言うんですか？あ、そうです、あの数え方一気二気です。わかりました。危ない危ない、子とか言ったらダメですね。でも本当に約200基あるらしくて、本当生活には186基なんですけれども、が熊本にあって、全国の 38% を熊本が占めていると。古墳の今回その全国初の専門古墳専門の博物館に行ってまいりました。準備しておけばいいなと、ちょっとシュールなのどっちも欲しいどっちも違ってどっちもいいですから。これはどうやって渡すの？まとめて終わった。すいません。じゃあまとめて後でお分けいただくようにちょっと入れてください。段取りが悪い。これやけくる。乾き袋。なんかお土産屋さんみたいな。ここまで尽くしてください。までいただいて、これはもう古墳知らない方でも私も、ね、浅いんですけれども、あ、もう早速で、ここがちょっとわかりますかね、色とかあったりするので、この名前が先日あの装飾古墳館って言うんですけど、装飾ってこの意味があって、この古墳が面白いのが、あの石棺ってそう眠ってらっしゃる石棺に装飾がされてるんですね。それで装飾古墳というらしくて、ちょっと調べてきてへーっと思いながら、だから今回そういうのも見れるということで見ていきましょう。あ、こういう感じね。多分こんな模様が描かれてるよって、その石棺銅鉾って何？鉾か、はー、弥生時代中期で、ほらもうこれ山が死んだもんね、ここでだもんね、発掘されて、わっ、あ、ちゃんと書いてある、どこで、ほらほら、熊本市とか玉名市とかで発掘されたら、穴子町もね、行ったね。資料にあるけど、こういう感じで、石棺のね、中が前方後円墳、あ、これ授業で出てきたやつ、円墳、うん、前方後方、これなんで、はい、これ一緒か、名前一緒じゃないですか、一緒じゃないです、え、なんですか、あ、本当だ、なんで、あ、これこれ前方、前の方が、うん、方っていうのは四角っていう意味、前方、前が四角で後ろが丸だから前方後円墳。でこれはもう円だから円墳。でこれは前も後ろも四角だから前方後方墳。でこれは東海地方に四角の形はない。え、これですか？前方後方墳は。あ、これ？うん。こっちはじゃあ結構あるんですか？これ結構全国にあって、大和朝廷と関係あった豪族はこの形が主流。だから東海地方は多分違う勢力座、うん、これ見たことあるやつ、これはね、朝鮮半島南部にもあるから、多分日本が当時朝鮮南部を支配してた可能性がある、支配してたっていう説が、でも韓国の学者は絶対認めない、あ、まあ、うん、ありますもんね、いろいろね、あるからね。ここでこの真ん中に、え、じゃあここは誰なんですか？そこには何も入ってないのが普通。そうなの、うん、じゃ本当にもうこんだけ大きくされてても、ここにしか取られないってことですか？で、じゃあもうこれで何期ってこと？そう、一期ですね、それで。これで一期。で、この中に石室の中ですね。見て、こんな風にほら、ちゃんと詳しく、こんな形でね。これがあの鍋田の横穴群の壁画なんですけども、この横穴群だけはあの入り口の方にこういうふうな武器とか人を選ぶことが多いんですよ。おそらくこの横の方に実は主体があるんですけども、ここにこの主が入ってるんですけども、その主を守るために入り口にこういうふうな、門の
で他の方もこれは横穴分といって、まあ阿蘇溶血業界岸のように穴を掘るタイプなんですけども、他の方の墳丘を持つ古墳は、大体中に幾何学文様とかいろんな、文様を描くことが多いです。ただこの横穴に関してはこういうふうに武器とか人を描くことが多いです。ちょっと本格的だと思いました。これは一番上でどっちから見る？迷っちゃう。あ、これさっきのあそこ井寺古墳。ほら、あの取材鹿島にある井寺古墳。そう、鹿島のこの井寺古墳なんですけれども、ちょっと今ね、地震で熊本地震があった時にちょっともう形が崩れちゃってしまって、あの今の形、前の形っていうのはないんですけれども、あのもし中とかちょっと気になる方とかいたら熊本の美術館の方とかにあの展示されてるらしいので、ぜひ古墳好きの方は見ていただけたらと思います。震災で今ちょっとダメになっちゃったんですけど見れなくなったんですけど、こうやって再現されていて見れます。ここに来たら見れますよ。おお、今回はかなり古墳の方も被害を受けてですね、特にあの寺なんかはもうかなり傾いている状態で、見に行ったんですけど、もうすごかったです。形が全くない。はい、もう墳丘自体からはフラッグが入ってですね、いつ壊れてもいいような状態で、今何とか形を保っているという状態。これ耳開けてたんですかね、昔の人。ピアス。そう、ピアスなんだけど、昔の人って耳って開いてたんですかね。ただ、ここにやっぱり切れ目を入れて。あ、切れ目入れて。切れ目。怖い、切れ目。よく今でもありますよ、向こうの方や、海外の方なんかはここに入れて耳栓っていうか、こういう、でかくしますよね。を入れたりとか。あ、じゃあそれですか。もうこうじゃなくてこっち。これはこう、こっち行くパターン。そうなんですね。すごい。あ、思ったんですけど、海の方にっていうか、水がある方に結構発掘地点がされてませんか。出て、これ見て思ったんですけど。大体古墳があるところっていうのは海沿いとか、あ、やっぱり川沿い。要するに海。みんなが、いることができる。ちょっと高台、海辺は海の方から見えるし、川の方、川沿いであれば川の方から上の方、要するに昔の交易ルートに沿って古墳というのが作られている。いや、私そうかもなと思ってたらまさかの頭。こんな古墳だけの専門館っていうか、まあ、ここにしかないですからね。渋さん古墳、お、下行くの、かがんで。おお、模様わかりますか。あれ何で色つけてるんですかね。あ、すいません。これってなんで色をつけてるんですか。何で色をつけてるんですか。これですね、あの顔料の特に赤というのはベンガラという赤い顔料、そして白は白粘土。白粘土。はい。それとかあの。まあ、ちょっと青っぽい色なんかもあるんですけども、はい、それも灰色の粘土、要するに自然にある顔料を使って、まあ、塗ってるという。あ、まあ、おそらくあの自然の顔料ですので、まあ、水なんかには溶けませんので、まあ、何らかのにかわとかそういうので、混ぜ合わせて、まあ、直接石に、塗りつけているという。特にあの石自体が阿蘇溶血業界岩という廃石っていうやつですよね。もう小さな気泡が開いてるんですよ。ですのでその中に
で顔料が染み込み、じゃあなかなか取りにくい。はい、そうです。ですので1500年ぐらいこのままの状態で、結構色味こんな、はい、もう、おそらく日本で一番残りがいい装飾を踏んで、もうまさしくこういう状態です。実際、今は見学する方はできませんけども、もうほぼ、これこの状態です。らしいです。本物も、うそー、こんな色つく。こんなに色つくんですよ。あ、すごい。すごい。はい。おすすめの、弁慶ガアナ古墳。6世紀だよ。わあ、高いね。山菓子で発見されてます。ここにあるんだ。ここもダメになってるんですか。いや、ここはですね、地震では被害を受けてないんですけども、もともとの墳丘の土の厚さですよね、墳丘の厚さが非常に薄くなって、今外気と、この古墳の内部の温度というのが非常に今、季節によって上下しているということで、今一般公開はしてません。逆にもう密封状態にいまして守っているという状態です。で、特にここに描かれている絵というのは、はい、馬とか船とかいろんなものが描かれていますので、この装飾を守るために今一般公開にはしてないと。馬あれか。ちょっと分かりづらいんですけども、ここに絵が描いてるんです。ちょっといいです。一足ならいいです。一足です。すみません。一足いただきました。こちらの方に。すごい。これ一足入るのほら。本当入っちゃダメです。本当入っちゃダメですよ。これがあれか。人です。船があったって。うん、ですね。素晴らしい。船があったって。見てください。すごい。本当は入っちゃダメです。この絵は。マリナのために。おお、結構立派に。これも花で描いてるって感じですか。お花のお尻じゃないですか。ベンガラじゃん。ベンガラ。ベンガ。すごい。あそこ馬もね。馬が非常にたくさん描かれてるんです。で、そこにも馬が描かれてるし。皆さん、これまさかの熊本というかとこ教えるもんで見れると船とね、素晴らしいこと。向こうからも見れるんですか。あ、見えます。これ近いの。ここは何をする。そこが原室ですね。ここに、寝かされていた。あ、ここに。ここにで、通常では前室があって原室があって、ここが寝かされている。聞きましたか。前室があってここが寝かされている。こっちが頭から。天井も高いよ。すごいですね。ここでしか見られませんよ。来たくなったでしょ、みんな。聖地巡礼決定ですね。中にはいらっしゃる。さっきからも私すごい聞いちゃうんですよ。中にはいらっしゃる。見て、本物だって、みんな。ここに置いてていいんですか。ここはなんかね、あ、中に入れます。うん、あ、入れるんですか。ここからこんな人見てます。失礼します。ここもじゃ一般的に公開とか、はい、来てます。すごいエコーが。うおー、本当だ。すいません、ごめんなさい。フライやめよう。何じゃない、笑ってるんですか。自分の歌歌って何を。フライ
これってなんか表してるものあるんですか。こっちを表してるんじゃないかなって。ああ、こっちなんだ。私人かと思ってた。あ、本当だ、こっちにもあるから。石棺、石棺、家型、さっき船型でしたよね。どう違ったか皆さん、ここでクイズ。チッ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 チ、はい、タイマー。ここね、さっきは丸かったでしょ。わかります？三角になってますよね。屋根のようにね、あっちは船のように。そう、3体分の住宅が。まあ、頭に守ってもらおうと思った。